中国伝統の旧正月を祝う上で欠かせない文化的シンボル、 CMG の年越し番組春晩。旧正月の大晦日にあたる9日夜に生放送となった2024年春晩では、辰年の到来を祝って重慶雑技芸術団によるアクロバットパフォーマンス白龍門が披露され、世界の視聴者をも魅了しました。恋はさまざまな困難を乗り越え、龍門を飛び越えた後龍と消すという伝説にちなんだ白龍門。恋と龍の要素を取り入れた衣装をまとったパフォーマーたちは舞台を飛び回り、高度なテクニックと抜群のボディコントロールを見せ、拍手を受けました。白龍門ではパフォーマンスを通じて、恋のように心の中の龍門を飛び越えるという励ましを観客に伝えています。春晩は1983年から毎年放送され、世界で最も視聴者数の多いテレビ番組としてギネス世界記録にも認定されています。毎年10億人以上が春晩を視聴しています。